マリー・カバリエは、デンマーク王子・ヨアキムの二度目の妻。現在、デンマークのプリンセス、モンペザ・伯爵夫人の二つの称号を持つ。パリで生まれる。両親が離婚したため、主として、スイスで育った。イフ兄弟二人と、イボ兄弟二人がいる。マサチューセッツ州のバブソン・カレッジ、ニューヨークのメディーマウント・カレッジで、ビジネスと経済を学ぶ。卒業後は広告代理店や、 系譜の経営する会社で働いていた。マリーは、英語、スペイン語、イタリア語に通じているが、母語はフランス語である。ヨアキム王子との婚約語、デンマーク語を学び始めた。2005年8月、ヨアキム王子とアビニョンでバカンスを過ごしている写真を撮影されたことで交際が発覚した。2006年、2007年の新年を、ヨアキム王子、ヨアキムのサイアレクサンドラ、 そして、ヨアキムとアレクサンドラとの愛の子である、ニコライ王子、フェリックス王子と共に過ごした。マリーは、アレクサンドラや幼い王子たちと親しく接している。2007年終盤には初めて、マルグレーテ女王と面会した。その後、週末ごとに、ジュネーブから、デンマークのヨアキム王子を訪問する姿が、マスコミに追いかけられるようになった。この時に必ずマリーが連れて、 歩くのがビションフリーゼ犬のアップルで、アップルはマリーのトレードマークとなった。2007年10月3日に、ヨアキム王子と正式に婚約し、2008年5月24日に挙式した。マリーはフランス国籍を持ち、カトリック教徒であるが、結婚によってデンマーク市民となり、デンマーク王室の属するルーテル教会の一員ともなった。2008年10月、 デンマーク王族となってから初めての海外訪問としてモロッコを訪問し首都ラバトにある児童養護施設にレゴを寄贈した。2009年5月4日コッペンハーゲン大学病院にてマリーは第1子となるヘンリコ王子を出産した。王子の名は洗礼式の際に公表された。2012年1月24日夫妻にとって第2子となる。 アテナ王女が誕生した。ウィキメディアコモンズにはマリー・カバリエに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。